スノーマン目黒蓮、僕たちを必要としていない人もいるのも当たり前、ライブ生配信で心境を吐露。人気アイドルグループ、スノーマンが31日、YouTube 公式チャンネルでライブの生配信を行い、2024年2月14日にリリースされる最新の両 A 面シングル、ラブトリガー、ウェルゴートゲザーを初披露したほか、企画コーナーではメンバーが赤組、青組、白組、紅組に分かれてパフォーマンス、紅白裏の時間帯ながら120万人以上が視聴した。ライブの生配信はメンバーで話し合って開催を決めたという。渡辺翔太、31、は、この1年いろいろありました。皆さんに辛い思いをさせたり、楽しいこともあったり。僕たちがそういう表現を使っていいのかわからないけど、悔しい思いはありました、と心境を吐露。その上で、目黒蓮、26、は、俺らがやるべきことは何なのか、何のためにやるのか、と自問自答したことを明かし、僕たちを必要としていない人もいるのも当たり前のこと、自分たちは、僕たちを心の底から見たいと思ってくれている皆さんのために送るステージで、皆さんに感謝を伝えたり、皆さんを笑顔にできたらいいなと思った、と大晦日のライブ配信に踏み切った思いを静かに伝えた。スマイルアップに社名変更した旧ジャニーズ事務所のグループなどは、創業者のジャニー喜多川元社長、2019年死去の性加害問題を受け、例年は多数が出演してきた NHK 紅白歌合戦への出場が44年ぶりにゼロとなり、恒例のジャニーズカウントダウンライブ、通称カウコンの開催も見送られた。